ちらの発見というのが富士山世界遺産センターの美術史研究の中では一番大きな研究成果といえるものかと思います。俗通信全覧という外交資料集の中に登場してまいります。日米修好通商条約の批准書交換のために持参したものでございます。ではこの周りのこの表層ディゲの部分ですね、紺色の字に立ち枠に花の丸と中回しと言われる萌え入り字に金で花鳥が書いてある。それからこの辺の一文字と言われる部分、白字に小さな宝尽くしが書いてあるということで、その外交資料集と全く一致するわけです。富士美穂という主題かと思います。外熊と言いまして、周りにこの場合ですと群青を塗って、そして素地を残すという。マナズルの群れを描いているんですけれども、羽の一枚一枚まで細かく描いておりまして、それから富士山を三つ峰で描いておりますね。こういったものは狩野探幽、彼以来のやり方、型であります。